今年値上げされた食品が3万品目を超えました。過去最大級の値上げラッシュです。帝国データバンクによりますと、今日までに判明した食品の値上げが3万9品目に上りました。記録的だった去年の2万5768品目をすでに超え、過去最大級となっています。10月には酒やソーセージなどを中心にすでに3700品目以上の値上げが予定されています。ただ最近は原材料の値上がりが一服していて、今年1年間では3万5000品目前後の値上げとなる見通しです。